イタリアの市場で売られていたモノポルチーには、原竹木い口か山鳥竹属に分類され、食用にもされるキノコの一種。競技では、山鳥竹のみを指し、講義ではそれに、類似の禁煙種である山鳥竹もどき、ススケ山鳥竹、紫山鳥竹も含む、人意分類上の総称である。香りが良く、イタリア料理、ポーランド料理など、ヨーロッパでよく使われるほか、 中国の雲南料理でも珍重される。イタリア語でポーチーノといい、語儀は小豚である。複数型でポルチーニといい、英語名のポルチーニや日本語名、ポルチーニはこれに由来する。なお、英語圏や日本語圏では、フランス語名セイップでも知られている。ドイツ語では、シュタインピルツと呼ばれる。これは、肉が締まっていて、石のように硬いことから付けられた名である。 ポーランド語でポルチーニは、ボロビクという呼称である。ポーランドでヤマドリタケは、ボロビクシュラヘトヌイといい、好奇なる、ポルチーニの意味。ポルチーニ各種をはじめ、イグチのキノコのほとんどは、マツタケやトリュフ同様、樹木の根に金根を作って矯正する、金根菌であるため、純粋培養による栽培は困難であり、未だに成功していない。そのため、 流通するポルチーニはすべて天然物を採集したものである。ヨーロッパでは20世紀後半に山西雨などの環境破壊によって森林の衰退が進み、金根金の発生量が減少した。そのことが大いに影響し、21世紀においては中国にて収穫されるポルチーニの金塩種紫山鳥竹が多く世界に流通している。競技のポルチーニである。 山鳥茸は、阿光山帯の新葉樹林の他では、ほとんど見られない。中国雲南省ではスライスした、乾燥品も販売されているが、現地で一般的なのは、生のものであって、炒め物やスープ料理に用いられることが多い。戦術の通り、ポルチーニとされるキノコは原則として、山鳥茸とされているが、山鳥茸もどき、すすけ山鳥茸、 紫山鳥竹もこれを含む場合があり、特に中国産の乾燥品は紫山鳥竹が多いと言われている。日本におけるポルチーニの流通形態は主にスライスした乾燥品であり、一部に冷凍品も出回っている。自然発生品を採集するしかないため、生が出回る時期は限られる。イタリアから輸入されるポルチーニが珍重される一方、 日本にも山鳥竹の禁煙種である山鳥竹もどきが産することはあまり知られておらず、商業ベースでは利用されていないのが実情である。ポルティーにはフレッシュなものはナッツのような濃厚な風味を乾燥されることで醤油のような独特の強い香りを発する。ありがとうございます。